遊戯王マスターデュエル総価金額220万円を超えました。どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。福沢ゆくしです。さあ、本日なんですが、皆さん、このデッキレシピを見て、どういうデッキかわかりますか？そうなんですよ。UR のみ、つまり史上最強。UR のみ、よって宇宙最強というデッキになってまして、皆さん、UR カードっていうのは、なぜ UR かわかりますか？なぜ UR か。なんで UR か、どうかって話なんですよね。強いからなんですよ。もう史上最強だからめっちゃ強いから UR なんですよね。レアリティが。だから UR のみでデッキを組んだらそれはもう宇宙最強なんですよ。ということで今回、UR のみでデッキを組んできました。以前ね、あのバージョン 1.0、まあ、UR のみデッキを作ったことがあるんですけども、あれね、正直ね、ちょっと僕の構築力の問題だと思うんですけども、弱かったんですよね。なんで今回ちょっと構築に本気出しまして、まあ、ちょっと本気の UR デッキ組んできたんで、ランクマのお友達にね、お見合いをしていこうかなというふうに思っております。まあ、この最強カードも追加されてめっちゃ強くなったんで、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。課金力の暴力ってやつをな、見せつけてやるぜ。こっちとらお前マスターデュエルに220人以上の行く地を焦点させてきてるからな、負けるわけねえんだよ。悪魔城リリースの効果と、って言って負けるまでがテンプレ。覇王鬼の魂を3枚相手に自慢して、その中から1枚をセット。ほい。そして、あ、ちなみにあのこっちの先行展開マジ短いんで、あの割と初心者の方におすすめです。はい、難しい展開ルートとかないので、特にこれでいき、とりあえず一旦覇王鬼の魂の効果を外すか。覇王竜の魂の効果を発動。覇王竜の魂により覇王竜ザークをインチキ召喚。そして覇王竜ザークの効果によって、これ無効になってて関係ないですね、あんまり。今とりあえず増陣打ちます。さあ増陣の効果、さあドローフェイズ。あ、ちなみにあのフェンリルがいる場合は、あ、サロンにロッケ。フェンリルがいる場合はなんか増陣とかスタンバイフェーズに増殖してる G なんか打った方が良さそうな気がしてるんですけど、まあ、そうするとガンマ食らうとかがあるんで、ちょっとね、そこら辺どうなのかなって話はありますね。はい。まあ、ただ、次のターンでしょれそうな時は、まあ、打っていいと思うけど、あと、盤面がめっちゃ強い時はね、先行で。もうなんか、もういいや、別にこの増地通んなくても、みたいな時は、絶対増地、ドローフェイスとかに打った方がいい気がするけど。ルベリオンですか。なるほど、いいでしょう。まあ、無限包容あるんで、一応大丈夫そう。OK。どうしよっかな。直接支援できるんだったらもうビッグ打っちゃっていいけどね。デルベリオンか。いやー、これ直接支援できるんだったら打った方がいいな。あ、神通来たか。サロンにロッケ。どうしよっかね。これ出しといて無限包容チェーンできる可能性見とく、一応。まあ一応ね、そういう動きしますか。ビッグ効果。デッキからラビリンス。いや、廃家系の姫、レディー・オブ・ザ・福沢行く地を特殊召喚。そして、福沢行く地を手札に戻し、で相手の効果によってサロニールで、何かしらの楽園系か、または、ベイセットを送る副楽園 OK で、レディー・オブ・ザ・福沢行く地の効果を発動。福沢出てくる。おい、楽園融合はまあ打たれるのであれば、まあ、裏があるんで一応なんとかなりそう。で無限包容効果で、リベリオン無効にして直接チェーンできる。 OK、 よし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 、直接チェーン可能。きた、直接チェーンでかいぞ。これ何セットしようかな。ビッグかな。まあ、一応ビッグにしときますか。まあ、攻め手をね、確保しておくことは大事で、ルベリオンが無効になっていく。でまあ、楽融合どっちにしよっかな。あ、なるほど、そっちか。なるほどね、メイドビーセットね。はい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 、まあ、楽融入ってるかもしれないけどな、どっちにしても。まあ、ちょっとさすがにね、シュトラール出てくるんで、まあ、一応裏打っときましょう。マホトラップを許すと、おしめ替えがされて、あのおしめ替えで変身されるんで、まあ、お召し替えなんだけど、おしめ替えで変身されて、あー、楽に融合。いや、まあさすがにハオール楽しい。
で、ザークをゲームから除外することによって相手のマジックカードにチェンジ。よし、取った。エクストラデッキよりクリスタルクリア、あ、クリスタルウィングシンクロドラゴン、そしてスターベノムプレデターフュージョンドラゴン、さらにアークリベリオンエクシーズドラゴンを特殊召喚。じゃあペンジャムドラゴンはちょっと枠がありませんでした。さあ視点の竜を特殊召喚し、これ結構クリスタルウィングは強そうではあるな。クリスタルクリアウィングで相手の効果を無効にすることはできそうなんだが、いやでもこれあれだな、ちょミラジードパネめんどくせえな。アルバス、チェイム、ルベリオン、あーあーでもじゃあルベリオン無効できるじゃん。ここ効果なんか挟まなくてよかったの。クリスタルウィングいるけど、ルベリオン効果っていうのは一番切ります。お前そんなザコザコ展開してたらお前クリスタルウィングの前に歯が立たないぞ。クリスタルウィング新規のドラゴンの効果、相手のモンスター効果を無効にし破壊する。レプロクリスタルスエッジだっけ、それ攻撃名か。バゴーン5500採用で、相手の手札はあと2枚。さあどうする。そしてフィールド上にはあまりにも打点が高いモンスター何、まあそれはいいか、向こうのやつに貸しなきゃいけないの。はいはい、いいでしょう、いいだろう。やべえ、これアンヘル来るか、アンヘル来るか、これアンヘル、いやこれアンヘルやなアンヘルだろこれ、アンヘル出るんだちゃんと。チェイムとマグラムードでアンヘル出るじゃんこれ、なるほどね。ってことは、あでも楽英語打ってるかも、楽英語打ってた、忘れてました、制約を。楽英語打ってると融合モンスターしか出せないですね。だからまあアンヘルは出せないと言ったところを、マグラムートで闇属性持ってこられますが、まあ、そんなに入れて関係ないかな。さすがに課金力の暴力で、1枚を、1枚か3枚に、製造したため、多分いけそうな気がする。天国の王を見せなかったら出せたか、見せなかったら出せたせずあるな。一応セットしといてビッグウェルカム。さあビッグウェルカムの効果を発動。ビッグウェルカムの効果によってデッキから福沢オブ諭吉を特殊召喚していく。そして直接トラップカードにチェーンすることによってとか、クリスタルウィングの効果間違えてチェーンしないようにしないといけないね間違えてチェーンしないようにしないといけない。だからマジでこれテイクグローつかなきゃったな、これ出すだな、これ普通に。白金特集足りてる、これビーセットいるか足りてないかで、回収、あ足りてねえな、まあいいか。白金のラビリンス効果発動、ドリードブルーム効果、黙れ黙れつやクリスタルウィング最強やで、ドリード活動できずにラビリンス効果で手札のカード破壊するか、手札のカード破壊しよう。よし、これでまあもうさすが、いやこれマジでこれ天国つかなかったら勝手なくさいな、打点的に。まあしょうがないか、そんなこと言っても。まあビッグウェルカム再セット、まあでもさすがにねこれ極性エンドできるんで勝てますね、これ確実に、絶対に勝て、負けません、ここまで作ったら。さあバトルフェイジャーに移行しますか。相手のクソ雑魚モンスターどもを蹂躙してくれる、僕は札束で君を殴る、君がもうお金がないというまで殴るのをやめない、うわあ、いや勝ってるかっていうか、あ勝ってた、普通に足りてるわ、関係なかった、あかうわうざうざ、ゲロうぜ、ゲボうざいんですけど、あマジで、いやじゃあやっぱ天国、まあ、間違えた、天国出しといたらよかった、うぜえ、お召し替えサーチされたんだけど、ちょまあでもお召し替え1枚何もできないか、でレディ出しておいよ、はい、まあ、レディはレディのコストになるんでね。さて世界終わらせに行くか、終焉の時だ、お前の命はあと1ターン、
お前の命はあと1段。さあ何をしてくる。拮抗勝負だけがありけん。これ拮抗勝負うざい。クリスタルウィングシンクロドラゴンのモンスター効果、相手がモンスターの効果を発動した場合、その効果を無効にし爆破する。パリーン。そしてはい、まあ、つまり札束で殴る伊豆最強ってことよ。ペンディル来たいや、まあ高校の時にペンディル来てくるの嬉しいな。高校でね、誘発をちゃんと踏んでくれる、誘発というか相手の妨害をね踏んでくれる能力がかなり高いと思うので、フェンリーくんねめちゃくちゃ優秀ですね。さあ翡翠溶乱いいでしょう。さあ翡翠溶乱でエジルいいね、久しぶりだったね。翡翠エジルラーメンまだかな。翡翠はねまだね変身を残していまして、あのエジルランっていうなんか翡翠版のなんか双剣のあの竜炎みたいな効果してるやつがいるんですよ。か竜炎そもそもなんで純正弦、もうそろそろ竜炎返してもよくないかなと思ってるけどね。もはやそんなに活躍してるかって言われると怪しいけど、まあ、惜しいのでこれで準優勝してましたけどね双剣ね、まあ、強いデッキであると思うけど、その純正弦にするほどかとは思ってるわ。竜炎ガンクセはまあとりあえずフェンリル出してから考えろっておばあちゃんが言ってた。さあフェンリル特殊召喚うざうざノータイムフェンリルでくす、おい神戦でくさ、ノータイムだったじゃん、絶対やるって決めてたじゃん。お前俺の手札見えてないか、絶対やるの分かってたでしょ。今フェンリル特殊召喚するの分かってたタイミングなんかありえない速度で神戦飛んできたよ。マジかよ、超高速の光の速度で飛んできたよ、まあ、とりあえずビッグウェルカム打ちます。まあ、一応ビッグいやでもどっちだ、こっちの方がいいか。いや難しいっすねこれ、どっちから打つか問題ね。いや直接支援できるわけないもんな、これトラップあるしな後ろに。いやなんかちょっと通常トラップに遅延できそうな気がしないので、まあ、とりあえず一旦覇王の魂打ちますわ。で覇王の魂打ってザーク、はい、でザーク特殊からの効果発動、これは無効になってるんであんま関係ないですね。はい、一応エジル単体だったらまあそんなに、あの後ろにあの翡翠呪縛、がなければ、翡翠呪縛だっけ、なんだっけ、無効にしてくるやつ、翡翠呪縛だっけ、あのトラップカード永続の、合金はやばいな普通に、まあ、チェーンスしかないか。ハオーリーの魂の効果発動、ハオーリーの魂によってハオーリーザークをゲームから除外。これ増殖打った方がいいか、一応破壊とか光るかもしれないもんな。まあ一応打つわ。増殖する自由発動、また裏はないねこれ、多分裏はない。ハッカーラとかはありそう、わかんないけど、あーありそう、あーあるね、はい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 。でねー、そうっすねー、そうっすねー、まあクリスタルの方かな。治水はどっちかというとクリスタル、でも伏せあんのか、クセやんならクリスタルクリアか、クセやんならクリスタルクリアの方がいいな。さあクリスタルクリアウィング進行ドラゴンとスターベロンフュージョンドラゴン、さらにアークリーベイヨンエクシーズドラゴンを特殊召喚。パコー、これね早くね、なんだっけ、覇王黒竜オットワイズリベリオンエクシーズドラゴンってやつが来てほしいんですよね。そいつが来るとこの覇王の魂からオットワイズリベリオンに、うわー決めいくカード来た。まあビッグはでもチェーンすればいいか。オリベエクシーズが来るとその上にすぐにねオーバーロードを重ねてなんかモンスターに3連打するっていう動きができるんですよ。それがねめちゃくちゃ強くて、まあ、それをね早くできるようになってほしいなと思うんだけど、まあアークリベリオンはちょっと帰ってもらうわ。もう今1枚ないから、アークリベリオンはちょっとバニラなんで、実質これバニラモンスター帰っていただく。でハーベルハルボーキで爆破されていく。で、白金の城の効果によって相手の手札を剥がしていく。呪縛いった、あ呪縛じゃねえ、なんだっけあのトラップカード、翡翠なんだっけあのレズコンフォー、オーロフクは、いや怪獣持ってこられるんでね、あの氷結界が、いや氷結界自体は止めるか、氷結界の方を止めるか、これは氷結界送られればな。
当たり前に。じゃちゃんと制限カード引いたら偉いな。表結果の方が除外する、まあ、これは普通にこれね、ガメシエル持ってこられるパターンがあるんで、これ絶対に止めなければなりません。まあ、ガメシエル送りつけられたところで今多分突破できない気がするけどな、あの場面でセット捨てカード多いな。なるほどね。エンドフェイズ我のターン、ドロー。そろそろ世界を終わらせに行きますよ。白柄の城のラビレンスの効果を発動。白柄の城の効果によってビッグウェルカムラビレンスを再セット。君のライフも残り4000しかないやん。大丈夫か。まあ、脳死でバトルするしかないな。バトルフェイズいけ、バトルラビレンスでアタック。相手のエジルを攻撃。ふんふん、サイ。そしてクリスタルクリアウィングシンクロドラゴンの攻撃、激風のクリスタロスアルティメットエッジ。表結界は無効。その伏せから何、ダブル表結界やめてね。ダブル表結界は伏せ。てか1対2とかこれ1対2じゃないか。やめてやめろ。取れ取れ、よし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 。これ皆さん UR のみデッキって作ったことありますか。あのね、マスターデュエルのカードプール増えてきたんで皆さんも多分作れると思うんで一回作ってみていただきたいんですよ。これこれね、実はね結構ね採用できるカードがめっちゃ多くて迷います。正直あの UR 界でも多分環境って作ろうと思えば作れると思うんですよね。まあちょっと今後ね UR のみデッキ選手権とかもやっていこうかなと思ってるんですけど、これ正直なんかデッキタイプね、なんかねある程度分かれるかなと思ってるんで、グッドスタッフ軸みたいなやつと、まあ今回みたいな覇王竜とラビリンス軸と多分ティアラメンツとか入ってる。まあティアラメンツ正直そんなに多くはないから、カレードハートとかぐらいなんだけど、カレードハートなんかレイノハートシェイレーンとかぐらいなんだけどさ、まあ一応ねあの石とかもケルベクとかいるんで、まあなんとかなるかなとは思うんですけど、これ、ね、皆さんもぜひ作ってみていただきたい。結構ねマジで迷いますよ。強いからめっちゃ多いから UR って、どんなデッキになるかちょっとね皆さんも組んでみて楽しんでいただければなと思いますね。だからあの最強書道の夢なきゃの逆とネイロイとかいうぶち壊れモンスターが展開されております。ちなみに夢なきゃの逆とネイロイは唯一クシャトリがフェルレルに匹敵するカードと言われていますね。夢なきゃ界隈ではなんかありえない量のソリティアしてるけど、これどういうこと。なんか夢魔教、夢魔教会、夢魔教会でありえないソルティアできるもんなんですね、これ。なんかもうすでに、9分くらい、回されてますけど、僕。録画時間9分超えてますけど、どういうことですか、これは。マジで知らん展開しかされねえな。ガーディアンスライム、どういうことやねん。ガーディアンスライム、どういうこと。ガーディアンスライムからの、ゴッドスライム。なぜお前に召喚ムービーがある。なぜお前に召喚ムービーがあるんだ。ガーディアンスライムでイニシエの呪文だと。何てめえ、なんかラーの抑心流かなんかしようとしてねえか。おやべえぞ、なんだこれ。どういうこと、どういう状態これ、どういうデッキ、マジでわからない。でオベレス、オベレスじゃねえや、ゴッドスライムリリースしてラーの抑心流、ヒーラーテキスト栄翔中。さあ、ライフポイントを100になるように力う。どういうこと。え、あ、やばい、魔法カード、あ、ライフ逆転した。あ、え、え、ちょっと待って、ちょっと待って、なにこのデッキ。